い、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回は信長内謀大使バープギット前田刑事物語続きをやっていきたいというふうに思います。前回最後ですね、伊達政宗に宣戦布告、敵領内丸森城攻略のために全軍を率いて出陣したんですが、ちょっと悲惨なことが起きました。何が起きたかというと、全軍を率いて出陣したその隙をついて最上義昭、これが米沢城に攻め寄せてきたということで、この防衛兵力を残していなかったがためにですね、米沢城をはじめ領内を蹂躙されてしまうという悲惨な結果になってしまったので、実は少しやり直しをしています。ただ月日は同じ1601年9月まで持ってきていて、開戦前です。なので、ここで宣戦布告をしていきましょう。もうね、同じ段取りで進めていきます。伊達に対して宣戦を布告で、それと同時にですね、援軍の要請もしていきましょう。力を貸すぞ、力を貸すぞ。で、この伊達攻略戦の戦争の内容、ここも見ていきましょう。その前に一旦援軍要請しましょう。鬼吉重欲しいので、鬼吉重2200、これ兵糧6600で買いましょう。で、戦争の状態なんですが、まず味方、上杉、真田、豊臣、堀、佐竹というところでね、まあ従来通りと変わっていないところになっていると思います。で、敵側が伊達と家康というところになってますね。では早速行軍していきましょう。目指すは丸森城なんですが、ちょっと待ってね、丸森城か、いや、ここはちょっと迂回しよう。丸森城攻略で敵とガチンコ対決するのは避けたいよね。で、部隊編成もこっちで見直します。まあ鬼吉重隊はね、そのまま出てもらうにせよ、吉重には出てもらう。で、解除して舞台追加で、まずは、影勝、刑事。まあ、米沢城からも兵は出すんですけどね、結局全部出すので、あと中身の問題ですね。影勝3500。これいいよね。で、前田刑事はこれ、騎馬隊に変えます。で、金継の隊は、1000まで減らして鉄砲に、兵装を変更。あとは、部隊数はね、増やしたいんですね。米沢は減らしたくない。二本松、会津若松。これで兵を構成して、一応16,400という兵を集めたんだな。ちょっと多すぎるな。前田刑事2900は動かしたくないし、影勝3500。これがどうかだな。鉄砲は金継の500だけ？もうちょっと鉄砲隊欲しいよね。山吉隊、これ鉄砲に兵装を変更しましょう。これでどうだ。前田刑事2900、これでいこう。後に続け。これで領内に残っているのか、米沢にも1500ぐらいは残ってるんじゃないか。1400残ってますね。で、米沢城に関して言うと、実はですね、拠点としては、かなり防御力を上げてます。どう上げたかというと、まず、天守を三層天守に変えましたというところと、各車は虎の口を入れて敵の参戦上限兵力を減らしているというのと、要所要所にはご覧のように矢倉も入れているという状態です。なので、これで仮に、留守の間に、最上勢が襲ってきたとしても、米沢城で籠城ができるという段取りですね。で、最上と小野寺が戦争を始めるんですが、これね、小野寺と今回同盟を結ぶのをやめました。ここであえて最上につくことによって、最上と戦争になるのをできれば避けたいという意図です。
で、9月収穫が終わったので各大名、戦争どんどこ始めていく感じですね。まあ、これは味方になってくれるところには味方をしていきましょう。秀頼もこの時の秀頼ってすごい小さいはずなんですけど、幼子のはずなんですけど、とんでもないでかい青年になってますね。ここも豊臣つきます。助太刀する。かたじけない。まだ関ヶ原の戦いが終わってから1年しか経ってませんからね。遅れる者は斬る。龍騎釉薬出してきたか。これで騎馬鉄砲隊とか編成してくるんだろうな。ちょっと厄介ですね。お、歩道原雪富士で合ってますか。私の説得により迷いが生じ始めたようです。ということで、これ早速密談しよう。まずは、大成功が高い 93% でいくでしょう。次も 94% の中成功でいくでしょう。ここだよね。金。あとは家宝。本題に入って、金をやるから寝返ってくれという話にしましょう。6ヶ月以内に藤田かね。藤井由紀かな。ちょっと気になるのでこれは確認したい。どこにいる武将？小戸原。伊達家中を今確認してます。出てたよね、きっとね。ちょっと見逃してしまったんで、余計な手間を入れてしまいました。ここだな。出陣さえしてきてくれれば、できれば、出陣してるね。200しか寺池城残っていないので、出陣してきているので、戦場で願ってもらおう。勝機は十分にある。ここで感情を手に入れて金銭3000、鉄砲1000はでかいな。まあ、最上勢がね、絶対に攻めかかってこないでもらうというのが絶対条件にはなりますが。で、今回は農業と軍事でいきましょう。全く農業施策力溜まっていないので。ではね、もう無条件で刑事は必ず入れます。どんなに条件が悪くても。前田刑事物語という以上は、もうここはね、刑事は必ず入れていきましょう。表情を終える。さて、ここだなぁ。どうする？敵鉄砲隊必ずいるよね。騎馬隊もいるよね。なぜなら、龍騎兵の伊達なので、ここは、鉄砲、騎馬の備えは十分にしましょう。あと、絶好調確率アップ。効果的投資。まあ、ここは絶好調重視でいくか。で、効果的投資も入れちゃいましょう。まあ、投資する予定がないので、どうかというのもあるんですが。いや、待ってね。今、効果的投資入れても、結局、投資する予定がないので、やめましょう。無駄な施策力は使わない。しばらくの間はまだまだ、進出でいきます。かしこまりました。かしこまった。戦争になるか。
合戦をしやすそうだね、思ったより。さあ、兼続です。敵より先に布陣することができた。これでかいんですよ。通常より余裕を持って軍議を行うことができるでしょうということですね。試作軍議力が103あるので、まず作戦1、これどうしようかな。まあ、おとり調圧戦法で、おとり部隊は刑事。作戦には一旦置いておいて罠を張りましょう。罠は どうするかな。山津波発動できるのはここか。ここまで敵を引っ張ってくるという手はありだよな。山津波発動させて、あとは、銅だらにするか、金打ち櫓にするか、どっちがいい？見張り小屋。見張り小屋も欲しい気はするが、残った施策力を考えると、先方ゲージを上げておきたい。あと23でしょ？作戦に。作戦なしか。ここで本陣切り込み欲しかったな。本陣切り込みができないとなると罠をもう一個張っとく？こんな感じで行きましょう。まずは山津波のところまで敵を誘導しなきゃいけないね。密約を結んだホドハラ隊、どこにいる？ホドハラ隊。ホドハラ隊に指示を出したいけど、ホドハラ隊がどこにいるかがわからない。とりあえず、ホドハラに関して言うと、大将、部大将っていう感じではないですね。では、山津波のところまで味方を誘導。ご命令を。まず下地を。は、鉄砲隊だよね。始めるぞ。で、刑事は山津波の下地を。ところまで一旦行っておく。さあ、始めようか。ご命令を。始めるぞ。下地を。始めるぜ。ご命令まあ、鬼吉茂を。はこ始のめるままぞ。だな。命令してくれ。始めるぜ。下地を。で、で覚き悟れしろ。ば、下二地を。段構えで行きたいからね。覚悟せよ。ご命令を。覚悟しろ。下がって下がって、ごどうにかす命る令を。というお戦覚悟い願方おう。も、ちょっと念頭には入れておき覚たい。悟しろ。下地を。始めるぞ。参る。景勝も、兵覚悟数がせ多いのよ。で前へ出しましょう。これでじゃあ時間を進めていきます。敵の居所が分かりましたな。奇襲を受けたわけだな。命令不可に陥っているわ、奇襲を受けて。しかもいきなり政宗じゃないか出てきてる。これはただありがたいぞ。ゲチ。お、もう出番か。始めるぞ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。おとり挑発を使ってご命令。叩き落ともう出番す。か。楽しもうぜ。始めるぞ。ちょっと一旦時間止めますね。これごは命令ください。攻める好機なので、始めるぞ。ご命令を。始めます。ゲチ。始めるぞ。覚悟しろ。ご命令。
始めるぞ。参る。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。参る。覚悟せよ。ゲチよ。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。始めるぜ。ゲチよ。お、もう出番か。さあ山津波に入ってこいよ。敵の居所が分かりましたな。やりたい。前へ。始めるぜ。さあ始めようか。敵の居所が分かりましたな。好機。さあ敵の速配をつくぞ。始めるぞ。始めるぞ。ゲチ、始めます。寝返りを早速させる。敵の真ん中でだけどね。一旦引く。よし、北隊がいきなり回想してくれた。これはでかい。始めるぞ。で敵の速配から一気に攻撃を仕掛ける。始めるぞ。隙を見せたな。ゲチよ、始めるぜ。敵の居所が分かりましたな。ゲチよ、覚悟は良いか。始めるぞ。山津波がうまく発動しないけどしょうがないね。やりたい。前へ。お、もう出番か。そしたらちょっと一旦誘導しましょう。敵を。命令を。始めるぞ。命令してくれ。引きながら奈落へと誘導。お、もう出番だ。始めるぞ。参る。覚悟せよ。始めます。敵の数が多いな。ちょっと待って、今引くべきなのか攻めるべきなのか、ちょっと難しいタイミングですよね。いや、ここは引くタイミングじゃないな。お、もう出番か。始めるぞ。このまま攻めよう。始めるぞ。参る。覚悟せよ。覚悟せよ。始めるぞ。覚悟しろ。ゲチよ。関越軍がちょっとね、攻め立てられてる感じがするんですよね。やりたい。前へ。まだ終わってはいない。敵が本陣切り込みを発動してきた。 OK だ。本陣切り込みを発動してきたのであれば、影勝を下げて奈落へと誘導する。それでいいよね。攻めるぞ。ご命令を。参る。始めるぞ。ゲチよ、始めます。よし、全軍交代。一旦交代だ。ゲチよ、覚悟しろ。命令してくれ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。覚悟しろ。お、もう出番か。やりたい。前へ。力負けするとはな。くそ。やりたい。前へ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前へ。決まったね。予定通りだ。敵の居所が分かりましたな。ご命令を。始めるぞ。切り込め。ゲチよ、始めるぞ。やりたい。前へ。ゲチよ、始めるぞ。敵の居所が分かりましたな。ゲチよ、始めます。これほどとは。
覚悟は良いか。さあ行こうぜ。何壊滅したか、ちょっと全く見てなかったけど、壊滅した部隊が出ちゃった、まあ、ただここは今は攻めのチャンスだから攻めるよ。覚悟しろ。ゲチ始めます。ご命令を。さあ始めようか。始めるぞ。ゲチよ覚悟は良いか。やりたい。ここで雨か、しかも毒眼竜使ってきたね。敵の居所が分かりましたな。くっ、見誤ったか。やりたい。おい。ゲチよ始めるぞ。参る。で、マサムネがどこにいるかちょっと確認します。ここにいるな。マサムネ残り656、多くはないけど足が速いからな。ここは確実に目の前の敵から殲滅していこう。命令してくれ。焦ってマサムネを取り逃すのは避けたい。覚悟は良いか。やりたい。おい。ゲチよ覚悟しろ。始めるぞ。マサムネが下がってるね。居所が分かりましたな。予定通り。ゲチよ。で、片倉隊がもうちょっとで瀕死だな。こちらはそしたら采配を一回使おう。我が部、思い知るがよい。油断した。金粒がここで食らう意味がわからんけど。作詞、鬼吉重。鬼吉重を使う時期ではないよね。士気回復を行っておこう。ここは一旦。負けてやる気はさらさらねえぞ。まさか。片倉隊を壊滅させた。雨さえ止んでくれればなあとは。始めるぞ。で、敵が迂回してくる構えがあるので、これ片倉隊だな。これに刑事を突入させよう。大石隊が開始です。やりたい。前へ。やりたい。前へ。始めるぞ。ご命令。バカ。ありえん。片倉隊壊滅させたね。やりたい。前へ。予定通りだ。ご命令。よし、刑事をここで。政宗に突入させる。始めようか。覚悟しろ。ご命令。アマカス隊も突入させて、万が一政宗が交代した時のために金継ぐを回り込ませましょう。覚悟は良いか。さらに本隊影勝も突入で、吉重は下がって敵を引きつけましょう。ここはこらえてくれというところだね。よしげ、早速奮闘だ。オグにいいタイミングだ。切り込め。やはり逃げるな、マサンメ。ただそれは読んでいたぞ。覚悟は良いか。一旦引く。よし、マサンメを撃破。丸森城は頂戴しよう。物の負の役目よ。さあ残りは全員死んでもらおう。最初のうちはね。バカな、この俺が。で、影勝、これは丸森城を確実に取る。出陣するぞ。ま、一個一個、一つ一つ城を取っていきましょう。
お、モガミから神前の使者か。これはありがたい。モガミと戦わずして神前ができるとなると、むちゃくちゃでかいですね。モガミに味方した甲斐があった。さあ、その他で言うと、加藤と秋月、さらに毛利と東堂が、戦争を始めているという情報が入ってますね。さあ、ではちょっと余裕を持って、内政ができそうだ。情勢になってきました。先に、進出をしたいんですが、進出できる場所がもうない。そういうこと？進出がないね。できない。ここで進出ができなくなったか。しょうがない。投資に切り替えよう。じゃあ、どこに投資するかですが、まあ、独占解除しちゃうでしょう。あと独占できるところがあれば独占したいけど、他はないかな。ない。ないので。かしこまりました。普通に投資をしていきます。あとは、伊達に対して、工作。もうちょっとな、工作の効果、目に見える形で欲しいよね。鉄砲買います。3000。かしこまりました。さらに、軍馬も買う。減った分の軍馬を購入していきます。まあ、ちょっとね、その刑事らしさがバーンとは、弾けなかったので、やっぱりもうちょっと刑事の活躍をしてもらえるような軍装を整えていきましょう。まずは丸森城を刑事。一気がけで取ってもらいたいぐらいな感じですからね。では、丸森城攻略始めていきましょう。まあ、藤井はお任せくださいと。いうふうに言ってくれてますが、まあ、初めての城攻め、パワーアップキット、初めてなので、ここは自分でね、簡単な攻略になると思いますが、やっていきましょう。まず画面ね、初めてご覧になられる方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明します。クルワがですね、まあ、いくつか出ていると思うんですけど、それとは別に攻め口というのが、ここ丸森城だと3つあるようです。で、攻め口のところには、B とか C とかで出てると思うんですけど、これは攻略の難易度ですね。S が一番高くて D が一番低いということで、攻め口一番下に出ているここ B って出てますけど、B を攻めるぐらいだったら C を攻めた方がいいよねっていうのが見たところでわかると思います。じゃあそれを踏まえた上で布陣をしていきましょう。で、布陣するときは、その攻め口に複数部隊を配置した時には一番能力の高い武将の能力がその攻め口に適用されるので、分散させた方がいいです。例えば、吉重隊と例えば影勝隊を分けた方がいいとかね、そういうことになります。ということで分けましょう。でもここはね、吉重の部隊は、まあ、言ってみればおとり扱いにします。かしこまった。敵の兵力を分散するために分けたものの、基本的には、この本体、影勝の本体で攻略を行うというところですね。では時間を進めていきます。同じタイミングで突破してさらに合流した上でグルワを攻め上っていってる様子が映し出されていますということですね。小野寺が最上によって滅ぼされたか。では本丸に突入ですね。丸森城の本丸に突入です。伊藤が島津によって滅ぼされた。まあ島津もね、どんどんでかくなりますからね、この先。さあ、捕獲した武将がいます。確認していきます。重実。死んでもらおう。重実は、もう伊達家中の中では、政宗に次ぐ能力の持ち主なので、死んでもらう。
このようなところで。さて、そしたらこのまま、城を狙うかどうか検討しましょう。拠点情報を確認していきます。ここを守るのは小十郎か。武将は？小十郎をはじめ、8人の武将が守るのか。まあ、この渡り城まではでも取っておきたいよね。今なら攻略できる。渡り城攻略戦、始めていきましょう。進むぞ！というところではありますが、30分で時間が経ちましたので、まずは、伊達軍との決戦に勝利したというところで、渡り城を取るところ、次回続けてやっていきたいと思います。で、その後はもう本当にね、まあ、リフ城まではちょっと難しいかなと思うので、渡り城を取ったら、一旦、また兵力を整えて、再び、政宗との戦いに備えていくと。で、政宗の城の数が4つとだいぶ減ってくれればね、当然我々が有利になるんで、そのあたり考慮しながら、じわじわと伊達をなぶり殺しにしていきましょう。では、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。